あ、できた。できたかな？こんばんは。あ、できたね。こんばんは。岡部は帰ってきました今。あ、ありがとう。さてさて、明日が舞台の初日となっております。ね、ちょっとね、昨日とか一昨日とかも忙しくて、全然ショールームもメールも、もういろんな SNS あんまりできなかったので、そう、明日の夜に初日を迎えるわけだす。ね。でも何話せばいいか分かんないのにやっちゃった。とりあえずやろうと思って勢いでつけちゃったけど。意気込みを、何にしよっかな。考えたら意気込みじゃなくなっちゃうか。わかんないの。なんか、やってきたことが全部出せればいいなって。あれできなかったって悔しくなっちゃうのは嫌だから、そう、それぞれのね、一つ一つのお話のところで自分が自分でいい、これでやってみようと思ったところが全部の話でできたらいいなと思ってる。でもなんか幕開のドラマ完成したの見たの。でもすごいね、全体的に、そう、技術とかがすごいおしゃれなすごい感じなんだけど、私のもう演技力が全然ついていけてない。初めてさ、自分が演技してるところをね、客観的に見てみたの。でもすごい表情硬くて、だから自分が思ってるより、そう、何倍も、そう、オーバーに、そう、表現していかないと伝わらないんだなと思って。まあでも、そのお話的にね、まあちょっと、まあ、硬いというか、なんというか。まず見てから話そっか、これは。そう、ドラマの時ね、全然、そう、緊張はしてなかったんだけど、でもなんかすごい自分で見たらすごいガチガチに見えたし、なんかああいうところ直さないなとか、そう、勉強になった。すごく、そう、だから本物の生演技でもうね、これ以上にね、勝負しようと思った。そう、もう本当に何の番組とかでもすごい自分が映ってる姿ってすごい見るのが苦手なんだけど、でもこういうの見てみると本当に映り方下手くそだなって思う月があったから、じゃあこれからはちゃんと見るね。ちゃんと見て勉強しようと思う。自分の姿を見て改善しようと思います。不安かって、なんか、夜になると大丈夫になるんだけど、朝起きた時が一番やばいって思う。今日もそう、帰りでちょっとやってたんだけど、朝来た時とかは、そう、なんかでも疲れちゃったのもあったんだけど、でも朝起きた時なんかダメなんだよね。わ
かかる。でも夜にやると、まあいろいろね、稽古通してたりしてたからなんだけど、夜になると大丈夫大丈夫って。だから明日は早く起きて、そういう気持ちになるように頑張る。あと声出しだね、声出し。声出し頑張んなきゃ。それうつ病の特徴だって。やばいやばい。でも絶対うつ病にならない自信があるんだけど。そうなのか。そうなの？初めて知ったぜ。そうだよね、声出せばなんとかなるよね。もう明日だけは無理やりでもね、朝からテンション爆上げでいく。 大事だもんね、初日だもん。初日ゲネプラとかもあるからね。やめてー、なんかそんな心配な病名っぽいやつ言わないで、怖い怖い。テンションの上げ方？テンションの上げ方？どうしたらいいかな？最近は朝起きるとまあ大体気持ち悪いよね。 でもね、しょっぱいもの食べると治る。なんかしょっぱいの食べるとね、治るんだよね。多分早く、なんか朝起きてすぐご飯食べて、そう、胃を動かすことが大事だと思う。さあ、テンション中から普通。へいへい。そうね、朝ごはんちゃんと食べようっと。あ、でもさ、明日はさ、明日って皆さん来る？え、今ここにどれぐらいいるんだろう？聞いてもいい？聞いてもいい？え、でもこれだけは正直に答えてほしい。と、どれぐらいいるのかなっていうのを把握したいから。きっと今は、これ累計だもんな。800人ぐらいとして 真面目に調べ出す。 で、ちょっとさ、明日来る人さ、教えてほしいな。投票でいい？じゃあ来る人は、そう、この中でどれぐらいの人が来るのかなっていうのを知りたいから、そう、本当に来る、来てくれる方だけちょっと1をしてほしい。いい？そう、ちょっと真面目調査ね、これ。1、まあ、多分800人ぐらい、700600、600ぐらいかな。あ、でもこれって来ない方も、あ、じゃあ来ない人も、そう、リアルに2位をしてほしい。真面目調査、真面目調査、これ。え、待って、これ1回だよね。え？ 2 は来ない人。明日は行かないっていう人。明日だけ、明日だけ。じゃあ終わりでいいかな、これ。じゃあ終わりにするね。おー。そう、まあ割合だからね。全然計算できないや。でも、この中に、そうだね。じゃあ2割。 え、待って待って、違う違う。あ、でもそういうこと？2割3割ぐらいかな。 この中に。そうぐらいだよね、きっと。あ、そうぐらいだと思って、思っとくわ。そう、と思っておくね。 そうそう。今は、今見てる人は、大体、このショールームを見てる人は、
500、600人くらいだと思ってる。 そうね、そんくらいかな。わかった。今日もそう、初めて今日はその襲撃に行って、襲撃で場当たりとかして、1個目やっぱり場慣れしてなかったから、1個目、あわわ、1個目と2つ目、1つ目と2つ目の話やってる時はちょっと緊張して声がちょっと変だったんだけど、 でも最後のとかはそう、まだ、ああ、いいなー。じゃ、小島さんのポップアップストア行く人行くんだ。羨ましい。声わかんない。今、そう、今日はみんな普通にやってたんだけど、そう、今ダメ出し待ちなの。そう、演者じゃない人、4人以外で見てくれた人は、そう、今日のどうだったか知りたいから、今ね、ダメ出し待ちなの。そう。あと1分しかないの。グッズ？グッズは全然残ってるからって大丈夫だと思う、そりゃ。でもただね、今回のグッズはそう、多分ネット販売とかなくて、実際に観劇してくれた方のみにしか販売できないみたいだから、そうそう、お時間あったら、なんか取り付けもあるみたいなんだよね。そう、何枚か分かんないんだけどさ、いろいろあった。大きいポスター持ってるんだって、あれすごいよね。あれ売るんだと思って、嬉しい。まあ、また余裕ができたらちょっとずつ、そんな、そう、なんだっけ、舞台の なんかお知らせするね。じゃあ、休み、頑張ってきます。明日もちょっとメールとかあれかもしんないけど、じゃあまたね。 バイバイ。 おやすみ。頑張ってきまーす。あれ 終わんない